春季早発症に関して言うと、まあ、春季が非常に早く来てしまった。でそこにですね、併用していただくと身長がすごく上乗せされるというのを私も何度も経験しています。身長ビヨン、石井学科生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは、春季早発症というふうに診断された方に成長ホルモン補充療法は有効かということですね。そちらについて説明させてください。まあ、ズバリなんですけども、非常に有効です。非常に私としてはおすすめの治療になっているので、私今回ね動画の方撮影させていただいております。まあ、春季早発症というふうに、ね、診断された方はもちろんね見ていただきたいんですけども、春季早発症でなくても春季が非常に早いというふうにね診断された方もぜひねご覧いただくといいんじゃないかなというふうに思います。春季早発症に関して言うと、まあ、春季が非常に早く来てしまったという原因になってきます。まあ、目安ですけども、例えば男性であれば、まあ、9歳までに精巣が発達という原因ですね。10歳までに陰毛が入ってくる。11歳までに脇毛、ひげ、声変わりが行われるですね。こういったところが一つの判断基準になってきます。まあ、例えば女性であれば、まあ、7歳までに乳房が発達、8歳までに陰毛、脇毛、10歳6ヶ月まで脇毛、ひげ、声変わりが出てくる、こういった方だと、まあ、春季早発の疑いがあるという表現になってきますので、まあ、こういった場合はですね、速やかにですね病院の方を受診していただくという必要があると思います。もし仮にですけど、そういった診断を受けた場合っていうのは、まあ、多くの場合はなんですけども、まあ、病院に行くとですね、あなたのお子さんはですね、まあ、男性であれば160センチに到達するのは難しいでしょうと、女性であったらですね、148センチ未満とかですね、まあ、そういったような身長になるでしょうということがほとんどの場合とお伝えされるケースになってくると思います。でそれに対して、まあ、春季を遅らせるような治療を保険診療でやることができますので、まあ、そういった治療をやりましょうという流れになってくると思います。でそういった春季を遅らせるような、まあ、主に注射の治療が行われるんですけども、まあ、そういった治療が行われると春季をある程度抑えることができます。でそれによって最終身長も幾分か改善が見込めます。ただしすごく身長がそれでめちゃくちゃ改善するかというと、すごくっていう程度もなくて、まあ、それなりに改善するという表現になってきます。でそこにですね、成長ホルモンですね、自費にはなってしまうんですけども、併用していただくと身長がすごく上乗せされるというのを私も何度も経験してますので、まあ、こういったね動画を撮影しております。まあね、結論から言うと、まあ、春季早発症というふうに診断された方はね、自費の成長ホルモンを検討されるといいでしょうという説明になります。今ほどね、自春期の早発症について説明したんですけども、例えば、ね、早発症でもなくてもいわゆる超早熟というふうに呼ばれる子も同じようにして春季をコントロールして成長ホルモンを投与することによって身長を、ね、大幅に改善することができるのを私は知っています。で例えば女子であれば超早熟目安とか、初長が11歳未満で乳房発達が9歳未満だと超早熟というふうに判定しています。で男性であればですね、陰毛が11歳未満、声変わりが12歳未満でなっている場合だと超早熟判定というふうにしておりますので、まあ、そういった方々に関して言うと同様にして、ね、春季をコントロールしてあげる、さらにまあ成長ホルモンを、ね、投与して、ぐんと、ね、身長を伸ばしてあげるということをやると最終身長を大幅に改善します。まあ、今日ちょっと短いけどね、十分内容のある内容だったと思いますので、この程度にしておきたいと思います。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。